皆さんこんにちは。日経ウーマンオンライン編集長の中野です。今日は私たちが作った女性用の防災セットをご紹介させていただきたいと思います。この開発にあたっては女性防災士の黒木さんにもご協力いただきました。どうもありがとうございました。まずこれを開発するにあたって私どもの読者の方にアンケートを取ってみました。そうしたら皆さんご用意されているものとして一番上がったのが懐中電灯だったんですけれど、これは7割の方がご用意されていたんですね。2番目が水でした。でも水はもう半分ぐらいの人しかご用意になってなかったんです。結構大変ですよね、いざという時には。で3番目がラジオで、やはり 46% ぐらいという状況でした。皆さん忙しいのでなかなか防災セットの用意まで手が回らない、どうしても後回しになるという声がとっても多くて、あとはですね、何を用意したらいいのかわからない、それから今度逆にあれこれ用意したらもう荷物が大きくなっちゃって、こんなのどうやって持ち歩こう、そういう声がとても多かったんです。こういう声を反映させて作ったのがこちらの防災セットです。